始まりましたね。ちゃんとで、なんかそのだから風船を無駄にしたくないんだったら、うん、まあ6個とかなったらあと4個投げてもらったりとかしてもらった方が10個でポイントになるんですよ。なるほどなるほど。でまあなんかまかり間違ってもし100万円稼いだりとかしてしまったら、まあ、50万以上稼いだりとかしてしまったら、うん、1ヶ月に換金できる金額が50万円までなんですよ。面白い。あ、じゃあでそれも一番最後の月末までに申請してからの翌月の10日に現金が入ってくるんですよ、うんうん、じゃあ10月の末に締めて申請して50万くださいって例えばやったら、そうです。だからこの残りの後のちょっとこの何週間かで、まあ、50万とか稼いだら最後の締め日までに、まあ、30日とか31日までに、うんうん、ふわっちに申請を出せば、うん、あの11月の10日に入るってことですか。10日に今月分が入る感じなんですよ、うん、結構早いんですね。早いですね。でも、うん、そのもう一個やり方があって、うん、もちろん天岐阜はすぐ帰れるんですよ。天岐阜、うん、ポイントからすぐ交換できるんですよ。天岐阜にも交換できるんですかこれ。天岐阜にも全然できます。天岐阜、天岐阜と iTunes コード現金、すげえ。でプラス、ペックスっていうのがあって、なんかフラッチにそのポイントを変えるときに多分出てくるから分かると思うんですけど、うん、ペックスっていうのに通して換金をしたら24時間換金できます。へえ。あの楽天銀行とかを。楽天銀行が一番早くて、持ってます持ってます。あ、じゃあ例えば、うん、今1000円とか1000ポイント貯まるとするじゃん。1000円分のポイント、はい、それをそのペックスを通して換金したら、はい、もうすぐコンビニで下ろせます。それは何、給料日とか関係なくなんですか。関係なく、その代わりそのペックスっていうのは1000円買えるのに、はい、普通よりもあの手数料が多いんですよ。手数料がちょっと取られるんですよ。どれくらい取られるんですか。なんか私はそんなにやってないから、うん、ペックスで変えたことないんだけど、一回こう説明を見たら、うん、1000ポイントを変えるのに300ポイントぐらいかかった。だから、まあ、1000円変えるのに多分300円ぐらいかかるのかなっていうか、ちょっと割高だけど、うん、すぐ変えられる。すぐ変えれ、もしその日にお金が必要とかでもし、うん、それはあと50万の縛りとは関係なくっていうことですよね。関係なく、ペックスは1日50万まで換金。やばーやばー。へーと、あとふわっちで換金するには3万ポイント以上ないと換金できないから。あ、なるほど。3万ポイントからは現金化ができるんですよ。その他はもう天岐阜か iTunes コードしか買えれないから。へえ、あー、いや、めっちゃ勉強になります。多分そのくらい覚えとけば、うん、多分大丈夫だと思う。その、うん、多分。うわー、めっちゃありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。だから、延長も50ポイントあれば自動的に出てくるし、あとはそのフォローしてもらったらみんなに通知が行くから。で、うん、なんか自分がもらったポイントで、うん、まあ、iTunes コードとかを買ったら自分もあの課金して、うん、他には投げれるけど、もらったのをそのままアイテムに変えるっていうのはなんかさっき言ってたけど、うん、それはできなくて。なるほど。一回やっぱりコードか現金に変えて、なるほど、自分が課金してアイテムを補充するっていうシステムです。はいはいはい、なるほど。コメントに多分10秒ぐらいちょっとラグがあります。ふわっちはやっぱり、あ、コメントは若干遅めなんですね。遅い、多分ラグがあるから。うわ、めっちゃありがたい。いや、すごい。それぐらいですかね。多分それぐらいかな。あとはもう大丈夫だと思う、うん。普通に配信やってて大丈夫だと思います。ありがとうございます。はい。今後ともぜひよろしくお願いします。あ、こちらこそ頑張ってください、はい、ふわっちで。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいい人だ、アッスンさん。ね、俺男の人だと思ってたからさ。女の人の声が聞こえて。トラさんいらっしゃい。坂本ちゃん本当に生ポな、僕生ポですね。はい。三つまんげローブさんいらっしゃい。花火ちゃんいらっしゃい。坂本ちゃんさんいらっしゃい。トラさんなんかイケメン風じゃん、これ。うん、ね、モテそうだよね。気のせいよ。気のせいよ。ね、結構ふわっちは仲いい感じなのかな、配信者同士で。うん、なんか和気あいあいとしてて良さそうだよね。うん、
ね、花火ちゃんみんな優しいね。すごいな、面白い。なんかいろいろね、こんな親切に普通教えてくれないよね。なんか、新参者は叩くもんね、ニコ生とりあえずね。とりあえず、あ、知らねえよ、そんなやつよ、みたいな。ワード、誰だよ。聞いたことねえな、みたいな。あげるげっつって。あげるげっつって。うん。あすんさん、ありがとう、いろいろ教えてくれて。すごい勉強になりました。あんま変な人いないよね。ニコ生めっちゃ厳しいよ、もう。出る杭は全力でみんな叩いてくるからね。全力で叩くしね、ドアもバールでぶち破ってくるもんね。AV に落とした元彼同士だ。元カノ ?AV に落としたわけじゃないよ。AV に出てたことを俺が知らなくて、過去の AV 出演作品をバラされたんだよ、俺。あ、それうなちゃんマンですね。はい、もう別れちゃって2年ぐらい経ちますよ。だいぶ経つ、クリンちゃん。そう、ニコ生にね、特定されちゃった。うん。枝豆にはもったいね。タバコは吸っても大丈夫なの？これね、TS 残せるかどうかわかんない、まだ。さっきの枠が初めてで、なんか録画を残すっていうボタンを押した気がするんだけど、あ、なんか、今喋りながらやっちゃったから残せたかどうかわかんない。これ、残せる？大丈夫かな？うん。ニコ生経験者ならフワッチはちょろいです。ちょろい。ラブラブ。お、アイカいらっしゃい。うん、彼女。アイカさんいらっしゃい。特定中ばっかりだもん。タバコ大丈夫？あ、いただきます。すみません。フェロンチョ様。録画も残せるんだ。うん。あ、録画残るんならいいね、なんか。面白え、フワッチ。ちょっと本格的にやろうかな、人集まってるし。もしこれがちゃんとキープされるなら。だってさ、キャスで、佐野今日ボコボコだった。いやー、あれは結構がっつりやられてたね。ボコボコで、かわいそうに。公開、非公開、削除の3択でいける。あ、便利だね。キャスト変わんないんだ。それは何？みんなも自由に見れるんだ。あ、よかったよかった。残せるよ。でも、和道さんが配信してるときは見れないシステム。そして、録画を50回ぐらい再生してもらえると延長チケット。おー、いいね、それ。いやー、どうだろうね。え、みんなの予想では、ワードをいくらぐらい稼げるか、1ヶ月でいくらぐらい稼げるか予想書いて。これ、マジな話。マジな話、ワードはいくらぐらい稼げるか予想して。あ、ホサリンさん、ありがとうございます。また来たー。嬉しいね。すごい。うん。風船プレゼント、ありがとうございます。風船、超嬉しいっす。いやー、ありがたいね。50万いける。30万ぐらい。え、それは手取りっていうこと？手取りの金額だよ。手取りの金額。風船ありがとうございます。手取りの方だよ。ほら、半分はふわっちの手数料でしょ。うん、いくらいくかな。そうだ、1ヶ月、手取り80。6、7万円。リアル、リアル、リアル。トラさん、リアル。うん、トラさん、超リアル。手取りでそんな行く？行くかな。そう、試しにやってみようかな。5万ぐらいとか。愛か。もぐもぐさんは30ぐらい。三つマングローブ、マンゲローブさんは25万ぐらい。時間帯でもいいのかな。みんななんか。そうだね。寝静まってね、うん。なんか見るものないやと思ってるふわちリスナーさんが集まってきてるって感じかな。うん、手取り40。あ、でもみんなさ、そう、なんか、リアルじゃない？リアルにそんくらい行くよ、ちょろいよ、みたいな雰囲気だよね。どうなんだろうね。生ポでも。いや、全然申請するよ。私、秋っぽいからな、とか言って。そうだよね。秋っぽいよね。囲いが多いっていうか、リスナーさん別に多くないもんね、今。俺、全然ね、全部のアカウントバンしちゃって、今そんな多くないっすよ、僕。あ、ビットコインと同じか。物っていう扱いなんだね。アイテム第1号になれて光栄です。頑張ってください。補助輪さんが、俺にアイテム投げてくれた初めての人ですね。いや、もうこれからもよろしくお願いします。最近配信クソつまんないから頑張れば稼げるんじゃないとか。そうっすね。無名の人でも花火師捕まえたらいきなり50万。へぇー。あー、花火師って呼ばれるんだね。花火師か。すごい。ね、面白い。面白いなぁ。花火師、花火師が、初めて花火師と出会った時とか感動するんだろうね。花火がドーンって上がった瞬間。一回配信で花火4200発もらった人間。ちょっと待って、1個が1000円って言ってたでしょ、うん、?1000 円かける240だから240万。え、そんないかないだって、240万だよね。合ってるよね。
だって1個1000円だから1080円だから2004発だから240万でしょ、すごい、やば、それがアイラなんだって、アイラすげえな、聞いてみなよ、こんなね、うん、アイラにアドバイスもらおう、うんうん、逆にふわっちの窓を知らないリスナー捕まえたら、あ、それありかもね、全くの新規リスナーと出会うみたいなね、3時間で240万ってどんだけ稼いでんだよあいつ。三つ、アイラ様と仲良しなんだって。アイラはニコ生の頃よくスカイプしたりとか、結構仲いいっすよ。多分ね、あの、アイラ、ワドを知ってるって言ったら、ああ、ワドだろうみたいな感じだと思う。これ何なんだろう。この段、いいって言ってんのかな。どういうことだろう。アイラ仲いいっすよ、昔から。うん、聞いてみよう。アイラに相談してみるといいかもね。ニコ生のアイラ知ってる9月、何、さっき600万だったけど、どんどん増えてくね。アイラ知ってる、仲いい、めっちゃ。ニコ生のアイラ。あ、これアイラ様弾幕なんだって。あい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 っていうのかな。はあ、はあはあ、これでもさ、アイラ、あのアイラがさ、アイラ知らないでしょ、うん、アイラって、そんなになんだよ。ガチ、太い囲いの、もう熱狂的なファンが、どれくらいだろうな。もう100人ぐらいいるって感じの、一つの30分の枠って感じなんだけど、うん、でもさ、この言われ方だとアイラが今ナンバーワンだみたいな感じだもんね、うん、ふわっちの帝王みたいになってんだね。あ、アイラすげえんだ今。お、アイラ仲いいっすね、うん、和道弾幕ないよね。ないよね。和道弾幕作って、フォロワーランキング1000万使ってた、やっば。だから一人のフォロワーが1000万使ってるんでしょ、うん、やば、アイラ数千万稼いで金余りすぎて今月全然やってない。すごいね、アイラって今そんな感じなんだ、うん、ウケるね、うん、あ、そうなんだ、あのアイラが。でもアイラニコ生の頃から300万もらったとか、うん、1ヶ月700はすごいね、っていうかさ、面白いのがさ、ニコ玉とかさ、ツイキャスって金の話するとさ、すげえアンチ湧いてくるけど、うん、リスナーから金の話バンバンしてくるんでさ、ね、これが不思議じゃない、お前稼げるよ、ワードみたいな。稼いじゃいだよとか、40いけるよとかさ、うん、こう、リスナーから金の話ガンガン降ってくる、この金の匂いする感じが面白い。なんか新鮮。うん、ね。金持つと配信さえ、もう、ひそか、ん？なんて読むのこれ。ん？うん。バシバシ稼いじゃってくださいって。アイラ会ったことはない。北海道だから、アイラ。うん。でも、アイラは、うん、イケメンだと思うよ。継続するかどうかは、ワドーの頑張り次第。え、本当に1ヶ月30稼げる？マジで？俺、ちょっと、そういう風に言われると、結構図に乗っちゃうっていうか、調子乗りだもんね、俺ね。なんか、やってみようかなって気になるよね。うん。やってみようかな、ちょっと1ヶ月間。こじきする配信サイトだから過激にクリックでしなければみんな優しい。俺全然本当に稼ごうとかそういう気全くなくて、ちょっとやってみっかだもんね。全然ノリが。いけるかな？花火もらったらあんた何するかしら。いや別になんかするとか、みんなやってんすか？そういうの。みっつさん。なんかこう花火やったらなんかするみたいなノリなの？隣の女おかんとか言わないで、うんこさん。おかんです。おかんとか言わないで。彼女です、彼女。アイラのリスナーの数はふわっちではワドーより少なかった。へぇー、そっからのし上がったんだ、一気に。香川は太鼓。初めてで85人すごいです。いや、俺もびっくりして、なんでこんな人集まってんだろうね、と思って。すごいよね。すごい。一応 SE とか作って、SE ってなんだろう。ピンコピンコーンってだ。あー、はい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 。音を作るんだ。うん。何にしようかな、稼いだら。チーンシーンやる。ちょっとじゃあノンタン繋いでて、おしゃれな家だったらどこですか。日進塾ですね。ダンボーさんいらっしゃる。和術いらっしゃい。全くリスクないんでバンバン稼いでください。どうも、あなたは誰ですか。ハノンさんこんばんは。いらっしゃい。ちょっと眠いです。おかんは配信者じゃないです。はい、
あと生きとったんや。生きてる生きてる。久しぶり見てくれてる人っすかね。眠くないね。彼女です、うん。付き合って1ヶ月間ぐらいですけど。釈迦元気だよ。はいか。そうそうそう、香川におっぱいの喋る。っていうか、そうそう、その人、その人。うん、そうなんですよ。太ったんですよ。幸せ太り、完全に。ね、ご飯バクバク食べてるもんね、うん。痩せないとって言ってるけど、彼女が、いや、太ったままでいてっていうの。え、なんでって、痩せた方がかっこよくないって聞いたら、かっこよくなったら、女にモテるから嫌だって。ブクブクに太ってっていう、うん。ニコ生の和道ですね。はい。ニコ生で3年ぐらいやってますかね、もう。それくらいやってるよね、多分。うん、まさかこんなにね、ふわっちで人来ると思ってなかったから、ね、びっくりだよね。面白いよね。いろいろ悪いことしてきたワードを、それ。それそれ、それ。そのワードを、そう。ネットのおじさま、昨日3時間で、8万6000円。すごいね。3時間 ?3 時間で。だってさ、もう、何、六本木のキャバ嬢とかいうレベルだよね、これ。うんどんな悪いことしたの？うんとね、あの、野田ゾーリがバーベキューでウサギの肉い、あー、ありがとう、風船。あー、風船ありがとうございます。うん、なんだ、すごいすごい。香川のあの話面白かったって。いや、見てくれてる人いるんだね。嬉しいよね。ランキングで全て見れる。あー、ありがとう。ランキング後で見てみるね、花火ちゃん。見る目ないな、もっとええ男いるやろ、俺とか。若かりし頃の鈴木園子。鈴木園子綺麗じゃん。うん、でもさっきなんて言われ、なんとかエリーとかずっと言われてたよね。なんだっけ。あ、水沢アリー。水沢アリーか。ツイッターで流れてきた。それで彼女。そうそう、最近付き合ったんです、彼女と。うん、あの YouTube クソ笑った。あれ面白いよね。俺も爆笑。あれ見て爆笑しちゃったもん、本当に。配信中にオナニーするとかいう話。最近放送してる？あんまりツイキャスでも見ないけど、ニコ生とツイキャス両方ともやってますよ。やってます。多分ね、今ね、ニコ生もツイキャスも Google でワドーって検索したら、多分ツイキャス上の方に、あ、ツイッターが上の方に来ると思います。もしよかったらツイッターフォローしてください。うん、AV 女優の誰かに似てる？誰だろう？言われる？わかんない。わかんないね。うん、誰だろう？妖怪、そうそう、妖怪人間ベラってずっと言われてたんだよ。今日顔出し初めてに等しい感じ。たまに顔出したらマスクはつけてたんだけど、がっつり顔出したの初めてで、妖怪人間ベラベラとかみんなにベラだベラだとか言われてたの。いや、なんか化粧したらなんかね、そんなになっちゃった。ね、これ撮りなよ。恥ずかしがり屋だもんね。でも撮った方が可愛いよ。変だよ、つけてると。ねえ、撮った方がいいよ。撮ってみて。撮った方がいいよね。なんかすごい恥ずかしがり屋でずっとあのお帽子かぶってたりとかフードかぶってんだけど、普通にいいよね、普通の方が。うん、ね、綺麗だよね。うん、そう、いつもスピンだもんね。うん、うん、別にスピンでもいいのに。うん、撮った方がいいよね。うん、ショートヘア、ショートヘア。うん、なんか髪の毛すごいロングだったんだよ、出会った時1ヶ月前は。で、髪の毛ショートの方が好きなのって言ってきて、ああ、ショートカットタイプだよって言ったら次の日カットしてきた。可愛いよね。そうそう、俺がショートカット好きなのを知ってすぐ切ってきてくれた。インポやのに何が良かった？俺インポじゃねえわ。なんで勝手にインポキャラにしてんだ。俺インポじゃないよね。え、嬉しいよね。すげえ嬉しかった。ニコ生やってるんだ。運営クソだからやらないって言って放送。そうそうそう、もうすげえ嫌になったんだけど、結局3ヶ月間ぐらいやってるよね。半年ぐらい期間空いてツイキャスやってて、でツイキャスで目が全然出なくて、で結局ニコ生戻って2、3ヶ月した感じかな。うん、でまあニコ生でも全然うだつ上がってなかったから、どうしようかなとは思ってたんだけど、まさかツイキャスでこんなに良くしてもらえると思わなかったよね。すげえ、なんか、うん、ここあったかいですね。好きになったかもしんない。ふわっちいいよとか言ってたもんね。やらねえよとか言って、うん、あれだろう、どうせ大手しか稼げねえサイトだろうとか言って、すげえくだまいってたよね俺。クラインが25万。へえ、面白い。
カウドさん顔めっちゃ小さいね。ワドがでかすぎるだけ。だって、こんなでかい。あ、でかいか。顔小さいね。うん、俺、あ、全然大手じゃないよ、俺。悪名高いだけですよ、僕は。昭和天皇みたいなネックレス。ルックスか。耐え難きよー、耐え。忍び難きよー、忍び。ん？何？なんか出たって。あ？お、50ポイントでって出た。あ、これだ。延長チケット交換してみようか。うん、出た、出た。これだ。これが自動延長だ。面白いね。一枚って入ってる。あ、ありがとう。みんなのおかげで、なんか延長できた。ありがとう。犯罪が大手だよな。池永、ゆいがさんって呼ぶのかな。池永ゆいがさんいらっしゃい。うん。50万稼いだら変な髪型にして。俺ね、今ね、働いてるからね、変な髪型系できないんですよ。ごめんね。50万稼いだらなんかやろうとかやってみようか。何やるべきかな。これって外配信とかもあんのかな？ん？外配信とかも。外配信とかもあんのかね、うん、YouTube でね、稼ぐやつをやめたのね、オンドルセクさんいらっしゃい。あのね、俺がもう超絶減らっちゃって、ニコ生やめました。で、ツイキャスに移行しました。でも人が全く来なくて、もう減らずに減らって、FC2 とかもやって、全然人集まんなくて、うわーって、俺3年、ずっと配信頑張って配信で食いたい食いたいって言って超なんか一生懸命やってたんだよ。でそれでも全然月10万とかしか稼げなくて、うわ才能ねえわと思って、3年間本気で死ぬ気でやってきて、いろんな体張ったりとかいろんなことやってきたのに、俺結局アンチばっかりじゃんってなって、すげえなんか自暴自棄になっちゃったのね。でもう全部のもう LINE から Twitter からもネットにあった全部のアカウント全部爆破したの。もうネットには戻ってこない。そう。そんな感じだった。うん。儲かったら仕事しなくなりそう。確かに。で、YouTube もそれで爆破しちゃったんですよ。今新しくやってます、全部。ふわっちは上半身裸までは OK だから男は乳首 OK。あ、そうなんだね。でも誰も俺の乳首見たがんないでしょ。股間は隠してもバンになるから OK、OK、気をつけるわ。青湯さんね、さっきの枠で始めてみたんですよ。そしたらなんかすげえ、生ポはまだ卒業できてないんですよ。ただ働き始めました。もうその、減らった時にネットから足引こうと思って。で、あ、足を引く？手を引くだな。ネットから手を引こうと思って、で、もう就職活動頑張って、今仕事はしてるんですけど、まだ生活保護は抜けられてないです、正直。うん、そんな感じですね。ドブネズミ森さんいらっしゃい。マースティさんいらっしゃい。日本語うまいですね。ワドーはゲイじゃないの？俺全然ノンケだよね、うん。うん。俺バイセクシャルでもゲイでもないですよ。全然女性が好きです。何系の仕事？あのね、働いてるって言っても、僕障害者なんですよ。で、A 型作業所って言って、その、ハローワークで見つけた仕事なんだけど、最低時給は、給料としてもらえるんだけど、職業訓練と仕事を半分半分にしたような仕事なんですよ。だから障害を持ってる人がその障害者雇用で正規雇用されるための訓練をしながら、あのなんつうの、でもちゃんと働くんですね。作業とかもしたりとか、あの普通の仕事もするから給料が保証されるっていう仕組み。だからその働いているとも言えるし、職業訓練を受けてるみたいな、その両方をやってる感じなんです。で今はあのアニメーション作ったりとか、そのキャラクターデザインとか、うん、そのソーシャル系のなんかいろんなことをやってますね。ウェブ系のことをやってます。イラストレーターでなんか作ったりとか。キビーキビーって言ってれば稼げるらしいよ。いやでもなんか俺的には配信者でずっと埋もれてたから、こんなに人にコメント打ってもらうのがめちゃめちゃ久しぶりで、なんかすげえ配信の喜びの方がでかい。もう稼げるとか稼げないとかじゃなくて、やべえ久々こんなに集まってこんなにコメントもらえてるみたいな、超嬉しいみたいな。僕3級ですね、鉄道は。なんかお前も変わったんだな。いやもうね、やっぱ世間は厳しいなっていうのに本当にね、痛感したよね。やりたいことで飯食ってくってぶち上げて3年間ね、顔張ってきたけどね、本当にね、厳しい世界だなと思った。僕はね、アスペとか ADHD って言われてる、俗に言う発達障害ですね。最初ね、うん。でもね、やっぱね、
なんかね、やっぱね、その、飛び抜けたもんは持ってなかったね。うん、まだ、でも諦めてないけどね。お、5分後に30分延長。あ、こうやって出るんだね。おー、出た出た。今案内が出た。30分延長、延長しますって。でもね、やっぱね、勢いよりも、やっぱ愛されるっていうか、なんて言うんだろう。リスナーさんに、あ、こいつ好きだわって思われる方が、やっぱ伸びるなって思った。長い目で見たら。勢いで一発屋もいっぱいいるもんね。ニコ生でも配信でも。うん。そうなんだよ。ツイキャスでは全然人来ないから、こんなの久しぶりだよ。ロハコ事件以来だよ、こんなに人来たの。ロハコ事件だって、1年前？あ、10ヶ月ぐらい前でしょ。もうこの10ヶ月間、ほんと辛かったよ、俺。なんか久々に、なんか今日ね、ニコ生でも超楽しい配信できたし、こんなに人が集まってるのめっちゃ泣きそうなんだけど、俺今。超嬉しいんだけど。で、みんな和道だ、和道だって言ってくれるね。ありがとう、みんな。うん。まあだからね、ちょっとね、そう、配信で食ってくっていうのを優先しないで、今は、ちょっと配信が長く続けられるように働き始めたってところかね。うん、みんな待ってたよ。花火ちゃんありがとう。彼女効果あるのかな？いや、でもね、彼女すごいアゲマンだってみんな言ってくれるんだよ。なんか彼女できてからすごい運気上がってるぞ、ワードって。大事にしろよってみんな言ってくれる。LINE とかで。さっきもね、古い北海道のリスナーさんが、ワード彼女いいよって言って、大事にしなよって言ってくれた。ありがとうね。うん。ドンタンと出会ってからすごいね、いいこといっぱい起こるね。アゲマンなんだよ、そう。ほんとそう思う。ほんとにそう思う。でも二人のもうなんかさ、中学生みたいな恋愛してるもんね。本当にね。そう。彼女も10年間ぐらい恋愛してなくて、引きこもりだったの、家に。で、すごい可愛いのが、彼女が、なんかね、付き合って1週間か2週間目ぐらいに、そこの後ろのベッドで一緒にさ、寝てたのよ。そしたら、彼女がいきなり、なんか、ぐず、ぐず、ずずみたいな感じで鼻すってるから、後ろ向いて、夜中にね。で、どうしたのって。何かあったのって。彼女の名前、のんたんっていう彼女。のりこか。ツイッター名はのりこで、小手半のりこなんだけど、俺はずっとのんたん、のんたんって呼んでて。で、のんたんどうしたのって、なんで泣いてるのって言ったら、ずっと泣いてて、涙ボロボロ号泣してて、あ、おすすめ一夜ありがとうみんな、ありがとう嬉しい。ありがとう。小手半のりこですね。で、ずずって泣いてて、どうしたのって、なんか嫌なことあったごめんねって言ったの。そしたら、ご飯が美味しい。ご飯が美味しいのとか言って泣き始めて、え、ご飯食ったの2時間前だよ、どうしたのって言ったら、私、ずっと、パソコンの前で、7年間一人でご飯食べてたから、ご飯美味しくないのって言って、ずっと泣いてて、すごい可愛いなと思って。だから、和道さんとご飯食べたの美味しかったのって言って、号泣してる、見てる彼女見て、あ、この彼女大事にしようって思った。あ、ベロンさん、そう、のりこ P です。そうそう、のりこ P。そう。もしよかったらフォローしてください、のりこ P も。よろしくお願いします。どうだろうね。ロハコさんでも今、ヌマップで復活したから、俺、ロハコさん、すげえ嬉しいよね。なんか、ロハコさんが生き生きしてて。やっぱ友達だから、ロハコさんが、なんか、やっぱみどりさん大好きだから、ロハコさんがあの笑顔で、喉通りとかとみんなでやってるのを見て、なんかこう、ああ、よかったなと思って。みどりさんがこう許してくれたんだなと思って。閲覧1位なの？すごいね。やっぱ時間帯とかあるのかも、ね、時間帯あるだろうね。まあ朝方で多分大手が誰もいないっていうこと。フォローしたって。フォローバックして、フォローバックしてあげる。ありがとう。あ、延長。もう一枚。ん？ 1 分後に延長つけた。あ、そういうことか。まだ30分じゃないもんね。ありがとうみんな1位にしてくれて。いや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 。あれはネタじゃなくてガチだから。俺、未だに顔面ぐちゃぐちゃなんだよ。複雑骨折してて、あれネタじゃないんだよ。ここに傷あるの分かる？こっから下全部折れたんだよ、うん。ここに傷あるでしょ。これメガネ跡じゃないんだよ。ここ。こっから下全部ぐちゃぐちゃになって、鼻も曲がってるんだよ。だからほら。こっち側向いて、こっち側向いてるでしょ。で、こっち側の骨折れて、ぐっちゃぐちゃになっちゃったんだよ。お、エミさんだ。こんばんは。エミさんほら、うなちゃんマンとかに見える。エミさん。うん。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。今刑務所にいます
まあ刑務所に、もう縁は切ったから絡まないかな、トラブルになるのあんま好きじゃないから、彼女です、彼女です、のんたんです、よろしくお願いします、こんばんは、そうフェレットすごい好きなの、エミさんは、私も前フェレット飼ってました、フェレットかわいいよね、フェレットは何、ネズミではないでしょ、イタチ、イタチか、イタチかわいいよね、イタチ好きだな、イタチって日本にもいるよね、でも古来、あ、すっごい懐くの、でも、へえ、あ、懐くんだ、そう、イタチって、でいつも飼って一緒に抱っこしてね、あ、結構大きいんだよね、これくらいの大きさあるよね、あ、でもうちのはなんか、結構ね、個体差があって、うちのはこんぐらいで、尻尾はあとミョーンって長い、尻尾の長さだ、うん、可愛いよね、フェレットね。鳴き声どんな感じなの、フェレットって、たまにクククク、って喜んだりすると、クククク、とか言う、あんまり騒がないんだ、確かにフェレットが鳴いてるイメージ、あと2、おハッチが目つ黒になってる、黒いずっとロムってたよ、ありがとう、今から仕事かな、ハッチ、ロム線ですね、ありがとうございます、なんか嬉しいね、こうやって人がワイワイ来てくれるとね、ふわっちの和道になろうかな、浮気しようかな、ちょっとニコ生の和道から、いや嬉しいな、でもさ、こういう人、なんかフォローしてくれる人とかさ、ワイワイやってくれる人いたらさ、全然楽しいよね、配信ね、すげえやりやすい、なんかこう、なんかワイワイして楽しいね、うちわ乗りだけどね、完全にね、なんかでもふわっちはみんなこんな感じなの、なんかこう、和気あいあいとしてる感じなの、リスナーさんと配信者、あったかいよね、面白いな。でももっと流行っていいんじゃないのかね。なんか、ね、なんかみんな本当に金稼ぎに来るぐらいでさ、普通に配信すればいいのにね、ここで。と思うけど。どうなんだろう。全然楽しいけどな。太いリスナーさんとかがいるから、おねだりしてるんだろうね、多分みんな。私のおこぼれよ。おこぼれとか嫌だよね。でも、なんか配信で仕事になったら本当にいいもんね。おねだり多いよね、ぶっちゃけね。ふわふわしてます。その分刺激がないと思う。あー、なるほどね。はいはいはい。要は、面白いもん見たいもんね、みんなもね。関慎吾とかやんないのかな、ふわって。なんか、赤心向いてそうじゃない？赤心すごい向いてそうな気がするけど。おねだり上手。おねだり上手だよね。めっちゃ甘え上手だよね。わかる。赤心はなんかうまい。なんかつい、俺が金持ちだったら赤心一番振り込みたいもん。あと。まだなくなっちゃったみたいな。そう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 。赤心好きだな。同い年なんだよ、赤心ごと。関慎吾とのりゆきさんと野田総理かな、同い年みんな大手だ、橋本くん一個上だっけ、いや結構ね生主当たり世代だから、一個上鮫島さんでしょ、香川さんでしょ、だからなんかやっぱね一番キャリア浅いしさ人も集められてないじゃん、だからあの人たち見ると悔しくなるんだよね、くそーと思って、同い年めっちゃなんか稼いでるし、めっちゃ人気出てるから、くそ、俺も早くあっち側生きて、みたいな。いつも。長時間やってるからね、みんなすごい。一日中やってるから。もうやっぱ配信好きなんだよね、みんなね、大手になる人は。何時ぐらいの時間帯がいいのかな？この時間帯にでも、なんか、なんで今まで何やってたんだっけ、この時間帯、ニコ生か、いやこの時間帯はやってない、いつも仕事から帰ってくる時間帯からニコ生だから、5時ぐらいからニコ生ずっとやって寝るみたいな、でも
帰ってきたらもうすぐ寝ちゃって、うん、隙間の時間帯にやろうとは思ってたの。だからそうしたらこの時間帯じゃん。だから夕方5時に寝て起きて3時ぐらい、うん、2時3時に起きてこの時間から配信分回すみたいな、うん、鮫島のんちゃん、あ、のぞみいるんだのぞみいるんだ、うん、あーちょっと俺ふわっちできねえかもしれねえわ、来ちゃうな、あのぞみさん、のぞみ先生、ふわっちいるの？のんちゃん来ちゃうの？あ、俺、ちょっとふわっちダメかもしんねえわ。仲良くしようよ、いやいや、ね、だってもう怖いんだもん、のんちゃん。サメ島ののんちゃん。ね、のんたんは好きだよ、うん。え、なんで？俺、ピンポン200回ぐらい鳴らされたんだよ。家の底のピンポン。ピンポン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 。開けてワード来たキャラピンポンピンポンピンポンいるんでしょみたいな。もうやばかったんだから、2時間ぐらいずっとピンポン連打されたんだよ。うん。いやもういざこざありまくりだから、のんちゃんとは。うん。すげえ怖い。知らない。ピンポン事件。わかった。のんちゃんと仲良くする。挨拶しないとね。和道がよろしくと、よろしくお願いしますと、うん、頭を下げてたって伝えてください。うん、ふわっちやってきました。ふわっち行きました。よろしくお願いします。のぞみさん、のぞみ先輩よろしくお願いします。ほんと。よろしくお願いします。ほんと。いじめないでください。うん、面白いね。ふわっちにもおすすめってあるんだね。ねえ。どうやって見んのか知らないけど。あ、これだ、いた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 、トップじゃん、うん、すごい、面白い、これはね、ここの一番美味しいところ行ったらね、うん、お、すごいすごい、フォロワーこんなに増えてる、おー、ありがとう、フォローしてくれた人、ありがとうございます。のんちゃんも最近ふわっち来た、あ、そうなんだ、この前もさとみの家に突してましたね、のんちゃん、あ、ふわっちでやってたんだ、みんなもしよかったらフォローしてください、よろしくお願いします。あ、でもすごいね、うん、これだ、ランキングって見てみようか、ランキング、うん、ランキングをもっと見る、なんて読むんだろう、ゆうちゃんさんとかネットの王子様クッキー、知らない人だね本当に、うん、キャスとか、あ、プロタンはキャスでも有名だし、ニコ生でも有名、え、あれ、これ知り合いのかもしれないんだけど、あゆの人じゃないの、あゆの真似してる人、あ、そう、これ知り合いかもしんねえわ。キャスでさ、あ、違うかな、うん、あゆの真似してる人、あ、わかんない、有名なの結構、うん、うなちゃんまん19位、あ、え、アイラどれ、アイラはデイリーいないのか、マンスリー見てみようか、うんうん、ネットの王子様、すごいね、こ、いや100万再生だって、やば、この人誰だろう、リュータ、リュータさん、エセヤカ5位だ、うん、へえ、面白い、新やっちょもいた、これね、あとでチェックしたら面白いかもね、うん、今月しか乗らないんだ、アイラさんも先月、あ、じゃあ今月はもう消えちゃったんだね、うん、そっか、今月に入って、うわ、かっこいい、糸犬注目ランキング、ワド4位、おーおーおおおおすごい、ワド4位だって、ちょっと頑張っちゃう、すげえ、注目ランキングワド4位だ、やば、ウケるわ、うん、俺こんなの、こんなランク高いところに行ったことないんだけど、うん、あ、まあ、ニコ生ではちょっとあるかもしんないけど、うん、うん、スクランとかね、うん、うん、のんちゃんに和道がよろしくって言ったらお断りしますあ、そうですか、すみません、はい、それはそれで、はい、すみません、はい、カメラマークの横がポイントになる。どれだろう？カメラマーク。カメラマークどこだ？カメラマークの横。どれだ？カメラマーク、配信するの横？違う。もう横？どこだろう？ちょっとね、画面が違うかもしれないですね。みんなが見えるの。カメラマークってどれだろうね。ポイント。ちょっとわかんないね。うん。お断りしますってなかなかだよね、うんうん、眠い、ちょっと眠い、じゃあこれさ、
あと20分だ。これ終わったら寝よっか。うん。寝よ。面白い。遊びに来よう。ふわっち。うん。ふわふわしに。ふわふわしに来よう。ふわふわしに。ふわふわし。でもなんかあれないと普通に飲んだも顔出やすいよね。うん。うん、なんか、ここのさ、アンチコメント、ディスもさ、なんか柔らかい感じでいい線ついてくるさ、うん、そんな、本当に攻撃してくる感じじゃなくて、うん、ちょっかい出す感じで、なんか、対応しやすいよね。アンチコメントっぽくないっていうか、うんうん、なんか仲いい友達と話してるみたいな。いい雰囲気だよね。ふわっち見る？あんまり見ない？うん、新境地だね、うん。やってみてよかった。他の人も見て研究してみないとね、うん、うん、どんな人がいるかやってみよう、いっぱい、うん、60名さんいらっしゃい、405名さんさようならいらっしゃい、いらっしゃい、うん、ウケるな。でもアイラと仲いいかな。アイラとコラボとかやってみたいな。うん。ふわっちコラボ。楽しいな。うん。なんかこれは注意した方がいいよとかあります？ふわっちやってて。こういうのは嫌われるよとか、こういうのは喜ばれるよみたいなのあったら教えてほしいですね。ふわっちのノリみたいなのあると思うんで。フレーム、なんだろう、行ってみようか。はい。あ、居酒屋になった。あ居酒屋になったね。こういうのがあるんだ。うん。それ、炎。炎いいかもしれない。メラメラ。メラメラ。うん。面白いね、なんか。うん、キャスのあれか、キャスのデコフレームみたいな感じだ、うんうんうん、今の感じの和道なら嫌われないよ。あ、本当にアッスン、よかったよかった、うん、他の配信者のディス、晒し行為はすぐに注意いきます。うーん、ディス文化じゃないんだね、うん、でもそれいいよね、なんか喧嘩にならなくて済むからね、よかったよかった、うん、晒し行為、ミラーとかがダメってことかな、晒しっていうのは。俺ミラーしないもんね、ほとんどね。うん。うん、そのフレーム鬱陶しい。あ、ごめんごめん。うん、どうしよう。フレーム解除はどうやってやるんだろう。これかな。フレーム解除ができない。これか。フレームなし、うん。うん。ミラーはダメなんだ。でもミラーない方がいいよね、正直。ミラーって喧嘩の元だもんね。うん、絶対。うん。でも画質もそんな悪くないし、ありだと思うんだよな。明日、たくみさんとミーティングしよう。うん。うん、キャスじゃねえや。ふわっち行った方がいいかどうか。会議しよう。うん。ミラーは大丈夫。さらすってのはリスナー一人を叩くって感じ。うん、特定の。ああ、要はディスだね。やっぱ。はい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 。個人情報をさらすのもダメです。エロいのもダメ。なるほど。あ、風船ありがとうございます。ああ、風船だ。カズさんって読むのかな。なんて読むんだろう。KZO さん、ありがとう、風船。ありがとうございます。おー、来た。ありがとうございます。嬉しいです。すごい。うん、嬉しいね。うん。うん、おー、ニコル22だって、ね。22だって。すごいね。うん、これがポイントなのかな、うん、?22 ポイントってことかな、うん。かもしれない。なんかテレビみたいなマーク。あ、プレゼントのマークだ、これ。あの、うん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 、四角にリボンつけてる。あ、ほんとだ、22来た。ね、知らなかった。ヨーツベとかニコ生テレビの映像は流せない。 OKOK、 なるほど。じゃあ基本的にミラーとかキャップはなしって考えればいいのか、うん、でもその方がいいよね絶対ね、うんうん、なるほど、面白いな。ふわっちは新発見だったな。新しいわ。いけるわ。みんなありがとうね、フォローしてくれて。めっちゃ嬉しいっす。ありがとうございます。
うなちゃんマンがリスナーにボコボコにされたらしいな。そうそうそう、ツイッター見てびっくりしたんですよ、うん、ボッコボコですよ。あっすん、カバはバンバンギャブってるよ。すげえな、攻めてるね、やっぱすごい。なんかさ、あの香川さんとか石川のりゆきさんのいいところってさ、やっちゃダメなところとやっていいところのラインをバンバン攻めるじゃん、うん、プロ配信者だから。その辺いいね。あ、花火ちゃんありがとう、うん、YouTube 大丈夫なんだ。うん、なんかでも、だからまだ、そのルールが明確じゃないっていうか、みんな探り探りの状態なんだろうね、多分、うん。BGM はどうなんだろう。でも BGM なくても、ここまで、なんかコメントがあったら全然喋れる。うん。うなちゃんマンはなんか、自転車の鍵を探してたら、若い人に後ろから二人組にやられたっていう、うん。BGM も大丈夫なんですね。OK です。ありがとう、ベロンチョコさん。あの顔はちょっとね、むなちゃんも結構年だからね、二人がかりであれは結構ボコボコにしてるでしょ。そう、なんかね、注意される人とされない人がいるからね。音楽は大丈夫だよ。音楽いいね。音楽流しながらまったりいいかもしれない。うんうん、いや、楽しいね。俺も、眠くなってきちゃった。一緒に寝よう。うん、よかった、うん。やってみるもんだね、うん。うん。食わず嫌いはダメだね、やっぱ。うん、よかった。あ、でもさ、うん、俺ってさ、ほら、叩かれるっていうか、怖い人だと思われてるじゃん。うん、だから、彼女がいるっていうのが、マイルドになるんじゃない？すごく。多分、絵的に。うん、あ、なんか、普通な一面もあるんだ、みたいなさ。うん、多分、それあると思う。ずっと女性いなかったから。うんうん、ああ、ジャスラックがうるさいんだ。ありがとう、教えてくれて。気をつけるわ。でもね、長時間垂れ流しでできるサイト探してたから、結構ありがたいかな、4時間そのままできるんだったら。うん、ね、息抜きも必要だもんね、絶対、うん。なんかみんなとまったり過ごしたいなって思うからさ、配信やってたら。なんか見に来て。うん。うん、君たち二人も気をつけな。やめて。うん。釜も問題ない。釜ってなんだろう、何釜って。ニューハーブの人とかじゃん。おー。え、三つマンゲローブってすごいね。三つさんも何、あの、ね、うん、お釜っていうかニューハーフなんですか。うん。そうなんだ。でも、ツイキャスに結構多くないですか、ニューハーフの方。結構多い気がする。うん、いいなぁ。ツイキャス用のサムネ作ろうかな、俺も。あ、ツイキャス用じゃない、ふわっちよ。どうしてもツイキャスとかぶっちゃうんだよな。まだ間違えちゃう。うん、定着しない。この絵面いいね。うん、ウケるよね、結構でも配信者いるんだね。うん。うん、面白いなぁ。ふわっち今何人やってんだろう。これ人数は出ないの。トータルの人数みたいな、今やってる配信者。あ、でもまあ55人か、うん、55人やってんだね。大手さんがいないから今いいね。うんうん、うん、楽しい。うん、大手さんがいない時間帯に隙間を縫ってやるのが面白いかもしれないね、うん、みんなが見るもんないよって、うん、すごい隙間産業的な、ね、隙間産業的な、ね、ベンチャー企業の生き残り方だからね、うん、俺みたいなもんは、うん、いけるわ。みんないい人でよかったな、うんうん、すげえ楽しかった。1時間こんなに喋り止まらないで喋れたの久しぶりだからさ、なんかよかった。やってて続けてる、やっぱ継続は大事だよね、うんうん、続けていかないとダメだよね。うん、でも結構あれだね、あのツイキャスじゃねえ、ふわっち自体に、あのもうふわっちのファンのリスナーさんっぽいよね、なんか雰囲気が、うん、結構いついてる人っていうかさ、うんうん、でいい人ばっかりだからすげえ良かったわ、嬉しかった、うん、でもあれだね、テロップみたいなの欲しいね、ここら辺になんかコメントを常時表示させておくみたいな、うん、コミュニティとかもないのかね、後でいろいろ調べよう、うん、うん、
れえな。でもこれはいい仕組みだと思う、本当に、うん。うん。配信者が稼げるっていうのはさ、みんな貧乏人ばっかりじゃん。うん。うん、本気でやってる、食っていけるの、本当にね、1万人に1人くらいだもんね。5000人に1人くらいか。うん。ね、食っていく人が増えたらやっぱいいことだよ。配信の通知機能あんの？あ、そうなんだ。俺もちょっと人の配信見て勉強してみるよ、花火ちゃん。うん。ありがとう、いろいろ教えてくれて。すげえ助かる、うん。うん。ね、アッセンもね、さっき教えてくれたもんね、いろいろ。うん、いい人だよね。ありがてえわ。うん。タラオマンだ、久しぶりに見た。タラオマン潜ってないで、コメント打ってくれよ。タラオマン超久しぶりじゃん。わ、懐かしい。タラオマン全然最近コメント打ってくれてないのに。仲いいんだよ、結構。タラオマン。うん。うん、また見に来て、アッスン。すげえ助かったわ、アドバイス。俺も見に行くよ。どうやってフォローするんだろう。あ、できた、できた。これか。フォローする。うん。フォローした、アッスン。ありがとう。これ出るんだ。フォロー、フォロワー。あ、こういう感じなんだ。うん。アッスン見に行こう、今度、うん。うん。こうやってやるんだね。なるほど。他にさ、配信やってる人をちょっと教えて、手挙げて、なんかみんなフォローしたい。うん。ちょっと配信やってる人を教えて、手挙げて。俺、みんなの配信見に行って勉強したいから。誰かいます？配信やってる人。お願いします。教えてください。もし、この中で配信、あ、やってる方。おー、なんて読むんだ、ひわい様キット。ひわい様キット。あ、フォローします。はい。お、すげえ、フォロワー200人もいる。すごい。すごいね、この人。ありがとうございます。ありがとうございます。フォローしました。うん、いろんな人チェックしてさ、勉強しないとね、どんな人が受けてんのか。エセアカもフォローしないとね。エセアカきっかけだからさ。教えてもらったしね。ね、うん。和道様のフォロー1号、おー、すごい。ありがとうございます。あざーす。うん、俺はワドー君にキャスでもフォローしてもらったで。そうだよね。俺、もうサムネは知ってるもん。でも、ヒワイ様キットだったかな、名前。なんか、キットだったと思ったけど。キットだよね、確か。キット系の名前だと思ったけど、ヒワイ様キットに変えたの。うん。なんか、キットだけだったような気がしたけど。違うのかな。名前変えたよね。うん。いやー、ありがとう、みんな。楽しかった。ひばりさんもついてたっけ？うん。でもあんまコメント打ってないから多分あんま覚えてないんだよ。うん。多分なんかでザッピングしてて、あ、面白いと思って多分フォローしたんだよね、俺。うん。そっかそっか。すまんすまん。よろしくお願いします、ひばりさまキットさん。すごい小手半だよね、ひばりさまキット。ひばりさま。うん。やっぱひばりなのかな。そもそも枠が卑猥なので、ワド君コメはしてへんよ。ねえ、してないよね、全然。これからもよろしくお願いします。うん。卑猥様って呼ぼうか、なんか。卑猥様神様の種類みたいなもの。あ、どうも卑猥様、いつもありがとうございます。卑猥様のおかげでこの配信成り立ってます。卑猥様っていいな、なんか。うん、みんな様ついてるよね、結構。結構様系多いよね。うん、うん、よろしくお願いします。なんだろう、様ついてんの誰がいる ?M 様とか。M 様も入ってるよね。誰がいるだろう、うんうん。様系はいいよな。お腹プニプニしてる。太ったね。ん？あ、それおっぱいか、ごめん。俺、お腹つまんでると思って、太ったねって言ったらおっぱいがっつり揉んでたわ。それおっぱい、おっぱい。お腹じゃないっつって。これおっぱいか。ごめんね。あ、ほんとだ。お腹は全然太ってないわ。おっぱいつまみながら太ったな。変態だよね。うん、すいません、うん。残り5分だって、うん。ごめんごめん。タラオマン久々だな。ニコ生よく見てたけどな。結構面白いんだよ、うん。結構過激な発言ですね。核戦犯じゃない、本当に。お腹だと思ってプニプニってやってたら、
なんか太ったなみたいな。そんな急に太んないもんね。うんうん、まずは。うん、面白いな。もうずっとおすすめ位置に乗ってる。運営さんありがとう。ありがとうございます。絶対これ運営さんが気使ってくれたよね。うんうん、運営さんありがとう。ありがとうございます。うん、深夜の運営さんが、あ、ワドってやつ聞いたことあるな。うん、ああ、ワドってやつか。ああ、ちょっとや、かわいがってやっか。なげるげ。うん、ね、運営がサービスしてくれたんだ。うん、いい運営だ。ありがとうございます。あざます。運営さんよろしくお願いします、これからも。ふわっちのファンになりました、僕。うん、よかった。ふわっち最高。現金のやつらだよね。生主なんてさ、アクティブ集まるところに行ったら最高だって言うんだからね。集まるからこのサイトクソだよとか言って、うんうん。1時間で500人だもんね。全然いい数字だよね。うん、好きになったわ。みんなありがとう、いろいろ教えてくれて。これからもよろしくです。ありがとうございます。もう残り3分ですが、名残惜しいですが、また配信やるんで見に来てください。楽しかったわ。すげえいい。うん。ふわっちは女性も、女性が多いのかな？まだこのまま毎日何回かしたらリスワン狙える？本当に？リスワンってなんだ？なんか月、あれ月だか週の1位になって1万もらえるやつじゃないの？お、じゃあ毎日やるか。うん、リスワンは1週間に1回、うん、1週間に1回、それとも1ヶ月に1回なの、カウント1人選ばれるのは1ヶ月に1回なのかな。うーん、最近ふわっち人よく噂聞く、ふわっちやれふわっちやれって。1ヶ月で1日か。うん、リスワンはその日。ほーん、今日、え、今日何回かしたら、日曜日ってこと？今日何回か配信継続したらいいってことかな。それで OK？ 今日、今日日曜日ってこと？じゃあ今日狙うか、どうせ休みだし。え、がっつりふわっちやる。リスマンはその日って言ってるから、多分日曜日カウントで今日放送やりまくったらリスマン狙えるよってことでしょ。リスマンランキング誰が1位で見て抜けそうなら今日。なるほど、何それ。ちょっと後であの見てみますね。1日のトータルだから、リスワン、リスワンどこだ、デイリーじゃない、デイリーか、うん、デイリー、マンスリスワン、リスワンが何位だろう、11位。あで191人でしょ。いけるか。ちょっときついくね。ちょっときつくね。うん、どうなんだろうね。ちょっと狙ってみようか。もう寝配信だよ、これ。寝配信やってみる？え、でも、エッチできなくない？そうだね。うん、今日はいいか。うん、今日はいいでしょ。うん、今日は、あの、リスは狙わないです。オッケーオッケー。だいたい1000人超えたらいけるから、今の人数まだ反映されてない。オッケー。あ、違うよ。600いってんだよ。だから、600いってるから、1000人すぐじゃん。うん、だから朝起きて、がっつりやればいいんだよ。うん、そうか。じゃね？頑張って。うん、だよ。これ切れてないから、これカウントされてないんだよ。うん、さっきの トータルだから800だよ。あと200だよ。いけんじゃん。頑張って。おう、頑張るわ。うん。うん。お、ありがとう。じゃあ、お疲れ様。お疲れ様です、うん。みんな教えてくれてありがとう。おつおつ。うん。昼とかにやってみます。みんな本当にありがとう。よくしてくれて。フォローよろしくお願いします。また、可愛がってください。うん。ハノーさん、お疲れ様です。アッスンさん、お疲れ。さっきスカイプありがとうね。タクミさん、お疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな、おつおつ。ありがとうです。うん。よかったら、フォローしてってください。今日は、エッチせずに、ね、寝配信しろ。エッチします。ごめんね。うん。彼女との時間も大事にしたいから。うん。まったねー。ゼマティスさんありがとう。坂本ちゃんありがとうね。バイバイ。お疲れ。うん。カウントとの時間大事にします。フォローしてくれた人ありがとうね。またねー。